サイボーグ零零九は、石の森翔太郎による日本の SF 漫画。1964年7月19日の、週刊少年キングにて、連載開始。その後、週刊少年マガジン、月刊少年ジャンプ、コム、週刊少年サンデー、漫画少年、少年ビッグコミック、SF アニメディアなど、複数の出版社、複数の雑誌で連載された。 2012年10月時点で累計発行部数は1000万部を突破している。仮面ライダーと並ぶ石の森の代表作。それぞれ特殊能力を持つ9人のサイボーグ戦士の活躍や日常を描く超中短編の作品群からなる。ただし完結編にあたるシリーズの完成前に作者が死去したため、作者自身による漫画作品は未完に終わっている。 当時の石の森は上京し漫画家生活を送っていたもののスランプに陥り3ヶ月間の世界一周旅行の後に本作を執筆。旅行のため出版社から200万円の借金をしておりそのためにやむなく描き出したものである。それまでのマニアックな作品でなくもっと一般読者を対象にエンターテインメントに徹しようとした初の作品が本作だった。 石ノ森自身はこれを漫画家としての第一作と表している。石ノ森の本作に対する思い入れは相当強く、仮面ライダーシリーズなどでは作画を他人に任せたことが多いのに対し、本作は雑誌掲載作品のほとんどを自ら描いている。ただし例外として映画サイボーグ零零級超銀河伝説のコミカライズ作品にシュガー、 佐藤や桜田五作などの作画によるものが存在する。石の森作品に多く見られる、力を授けたものを裏切り、その野望に対し唯一対抗し得る存在として、孤独な戦いを続けるというテーマを持つ。1960年代の米ソ東西冷戦が背景になり、ベトナム戦争を舞台にするなど、反戦色のあるテーマが色濃く出ているのが特徴である。 それらと並び、世界各地の神話や古代文明に題材を取ったシリーズ、人種問題や異文化同士の圧力、文明社会の抱える問題について考えさせられるエピソードも多い。主人公たちが出会った人々の内面の葛藤や人間と機械の狭間での悩みなどもテーマとして取り上げられるが、基本的には石の森作品に共通する正義を守るヒーローの姿に、 哲学的な重みを持たせたシリーズである。サイボーグという題材は、石の森が海外旅行の際に見た雑誌、ライフに掲載されたサイボーグの特集に触発されたものである。執筆が石の森が世界旅行をした直後ということもあって、9人の選手の出身国は世界の国々となった。9人という人数設定は野球の9から構想を得たもので、 制作ノートで、それぞれ該当のポジションを当てキャラクター像を練っていた。書室の1960年代から断続的に50年以上、メディア展開されており、掲載誌やメディアの事情、石の森自身の構想の変更、時代や社会の変化などによって、設定について多くの揺らぎが存在している。JR 潜石線の漫画単ライナー。車体に、 サイボーグ009のイラストが描かれている。主人公の少年、島村城は、少年鑑別所からの脱走中、謎の男たちに捕らえられ、サイボーグに改造された。世界の陰で暗躍する死の商人、黒い幽霊団は、画期的な新商品、サイボーグ兵士の試作品を作るために、世界各国から素材となる人間を、秘密裏に拉致しており、 素材集めの場に偶然居合わせたジョーも素材として選んだのだった。しかし彼よりも前に世界各国から強制的に集められ改造されていた8名のサイボーグやそして自分たちを改造したギルモア博士からブラックゴースト団の真の野望を教えられたジョーは彼らと共にブラックゴーストを脱走する。ブラックゴーストの野望を知り彼らを阻止できるのは 彼らと同じ力を持つサイボーグ戦士たちしかいない。人の心を持ちながら、人でも、機械でもない存在となった悲しみを胸に、サイボーグ戦士たちは、ブラックゴーストの野望を打ち砕くために戦い続ける。クラブサンデー2012年4月13日から2014年2月4日、配信作画、ハヤセマサ佐藤、コミッククリア連載作が木村明宏脚本。 神山賢治、日垣き砂山蔵、清、土壌、厚み2010年1月26日に、小学館は、サイボーグ009漫画賞を設立。009のキャラクター及び世界観をモチーフにした、漫画やシナリオを募集しており、ウェブコミックサイト、クラブサンデーや、小学館発行の媒体に掲載される予定。 終わりの部長編漫画部門グランプリ受賞作漫画、新井厚也トランプタワー編シナリオ部門グランプリ受賞作脚本、山口良太作画、石森プロテレビアニメシリーズはこれまでに1966から1968年、1979から1980年、2001から2002年の3回に、渡り制作、放送。さらに、 サイボーグ009と題された劇場版アニメーション作品が3つ、1966年、1967年、1980年に公開されている。21世紀以降は原点を大幅にアレンジしている作品がいくつか作られ、それらの作品は題名が変更されている。ただし、009の部分は普遍である。いずれも映像、音楽、声は2001年版。 2009年は、009が西暦に含まれる千年に一度の年ということで、様々なイベントや企画が催された。この2009年のイベントは009イヤーの一環とされ、神々との戦いが2012年を舞台としているため、2012年まで各種イベントが続いた。10月11日に、東京、渋谷 CC レモンホールで、原画と朗読で綴る。 サイボーグ009の世界海底ピラミッドの謎を終えが行われた。アニバーサリーイヤーと声優プロダクションの青にプロ40周年を記念した合同制作であり、歴代のアニメや映画と声優陣は異なる。映像や音楽と一体となり、単なる漫画や純粋な朗読ではない新しいイベントとなった。また2009年12月には DVD が発売され、 同時にラジオドラマ CD、青山二丁目劇場サイボーグ009誕生編も収録される。誕生編、暗殺者編、地下帝国読み編をもとにアメリカンコミックスとしてリライトしたもの。2013年7月19日、小学館集英者プロダクションより、日米同時発売。009が描かれた松島級南体、創設50周年記念塗装機 ありがとうございます。